ようこそスバル王国の皆様。ゆっくり霊夢ちゃんと。スバルが大好きなゆっくりマリサだぜ。速報。速報。なんとレボーグに新たなグレードが追加される模様。ええー、また追加されるの。レボーグめっちゃ優遇されてるわね。速報だから、今公開できる情報と考察、そしてネット民の反応を見ていこうと思う。よっしゃ。どんなレボーグか見てやるわい。てなわけで今回、爆売れ確定。レボーグアウトバックスボーツ。現時点の情報やスペック予想。新たな SUV の挑戦ゆっくり解説。を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。今回は某雑誌が公開した情報をもとに動画にしたぜ。ああ、今回は飛ばし記事じゃないわよね。多分大丈夫。だと思う。信じてる。名前は変わるかもしれないが、レボーグの新しいものが2023年秋に出るそうだ。名前からしてレガシーアウトバックやフォレスターに似たやつなのかしら？そこらへん、この後詳しくやる。こんなラインナップで紹介するからよろしくだぜ。かしこまり。いざ、新しいレボーグへ。さて、まずレボーグアウトバックスポーツの話に入る前に、どうしてこの車を発表することになったかの話からするぜ。当然、気分が乗ったからとりあえず出してみた。なんてことはないわよね。さすがにそんな陽気のノリで経営したら潰れるわ。まず前提の話に、スバルは2023年も SUV ラインナップを強化するという話からだな。言われてみれば、クロストレックといい、SUV を強化しているイメージはあるわね。それもそのはず、以前の動画でもやったが、スバルは2018年7月に発表した、中期経営計画ステップで、2018年から2025年にかけて、SUV モデルのラインナップ強化とバリエーションの充実を掲げているんだ。つまり、SUV のバーゲンセールやるから、寄ってらっしゃい見てらっしゃいってことね。言い方。その先駆けとして、2018年には現行5代目フォレスターが、フルモデルチェンジし、仙台 XV にはマイルドハイブリッドの E ボクサーが追加。2019年は XV の改良、2020年にはフォレスターに 1.8 リッターターボが追加され、2021年はレガシーアウトバックが日本導入を開始をすることとなった。そして最近では XV 改め、クロストレックを追加し SUV を強化していると。そういうこと。そして今回、その流れを組んでレボーグのクロスオーバー SUV、レボーグアウトバックスポーツが2023年秋に登場するって言うんだよ。おう、その流れは確かに納得いった。これで、SUV のラインナップが、万全のものとなるわけね W。でも、なんか他の車種と購買層が、被ったりしないのかしら？ただでさえスバルのラインナップに SUV が多いのだから。そこら辺は、この動画を見てるみんなも思ってるよな。次の項目からは、そこら辺を話していこう。そもそも気になったと思うが、どうしてレボーグに、アウトバックスポーツって名前がついたと思う？なんかその名前だと雰囲気が良さげだから。雰囲気で生きとるチャラオかお前は。もちろんアウトバックスポーツにも、理由があると思われる。アウトバックスポーツって、なんか昔からある、社名のような気がするけどなんだったけか？まんじゅう霊夢のくせに察しがいいな。視聴者の中にも聞き覚えあると思うが、北米のインプレッサに設定されていた、歴代インプレッサのクロスオーバーモデルに冠せられていたんだ。なんかで見たから覚えてた。えっけん。でも日本では聞かないような。日本ではインプレッサグラベル X が、それに該当するらしいぞ。このアウトバックスポーツは、初代インプレッサから設定され、2代目、3代目インプレッサにも登場していたんだ。なるほど。日本に住んでいると海外のことは全くわからないわね。豆情報として、実は、3代目インプレッサには日本国内でインプレッサ XV という、SUV モデルがあったんだけど、北米ではアウトバックスポーツが設定されていたんだ。へぇ、なるほど。でも、そのせいで日本国内では販売されなかったってこと？その通り、北米でのアウトバックスポーツと重複するため、日本国内では販売されなかったんだ。このレボーグに付けられるアウトバックスポーツの名前の、由来はわかったわ。霊夢ちゃんそんなのより、中身の話が気になる。それでは次、中身の話を見ていこうか。このレボーグアウトバックスポーツは、フォレスターへの、ラゲッジ容量問題の解決策としてラインナップに入ったっぽいな。え、そうなんだ。でも、レガシーアウトバックとレボーグのラゲッジ容量は、フォレスターよりも大きいって聞いたことあるわ。そうだぜ。実は、レガシーアウトバックのラゲッジ容量は、559リッター、レボーグは561リッターを確保しているんだそうなんだ。なる。つまり、レボーグアウトバックスポーツは、フォレスターのようなミドルサイズ SUV にはやや、足りないとされる、ラゲッジ容量を保管するために作られたということだわね。珍しく今日のまんじゅうは賢いな。その通りなんだ。これで、フォレスターを選ぶ際に、ラゲッジ容量が心配で躊躇するユーザーも安心して選べるとスバルは考えてるらしい。
そうなのね。確かにラゲッジ容量は大事だから、これでスバルの SUV ラインナップは、さらに充実したものになりそう。こう聞いてると、レガシーアウトバックのレヴォーグ版って感じになりそうね。確かにな。んじゃ、そこら辺もちょっと見ていこうじゃないか。レガシーアウトバックのレヴォーグ版って話なのだが、最近は SUV 人気が高まっているけど、ラゲッジ容量が足りないという声も多かったから、この、レヴォーグアウトバックスポーツはそういうニーズに応えているんだよ。ほうおん、じゃあ SUV としての走破性能と、ステーションワゴンとしてのラゲッジ容量を兼ね備えた車なんだね。そうだな。最低地上高をかさ上げることで、悪路でもスムーズに走行できるようになるし、レガシーアウトバックとフォレスターの中間的なサイズ感で、使い勝手も良さそうだ。確かに、レガシーアウトバックでは大きさが持て余しちゃう人や、フォレスターだと、ラゲッジスペースが少し足りない人には、ちょうどいい選択肢になるかもしれないね。それに、パワートレインもレヴォーグと同じく、1.8 リッター直噴水平対向4気筒ターボだと思われるから、パワフルな走りを、楽しめるはずだぜ。最新のアイサイト X も採用されるというから、安全性も高いしな。なるほど、スバルの SUV ラインナップ構成は2023年も続くのね。レヴォーグアウトバックスポーツの登場が楽しみ。今公開できる情報はほとんどないし、名前も変わるかもしれないが続報が来たらまた動画にするぜ。さて、お次はこのチャンネル恒例のこれを見たネット民の反応を見ていく。待ってました。というわけで、これを見た賛否のコメントを見ていこうじゃないか。北米向けのレガシーアウトバックでは大きすぎるという日本国内に、おいてはジャストサイズのステーションワゴン SUV ですね。低速トルクの強い CB18 エンジンのアクロ走行とは、好相性なエンジンなのは確かだと思います。せっかくレガシーアウトバックがあるのにレヴォーグに、クロスオーバーモデルを追加する意味がわからない。レヴォーグのクロスオーバーモデル買うくらいならレガシーアウトバック買う。レガシーアウトバックやフォレスターだと都内の時間貸し立体駐車場で、入らないケースも多いですが、アウトバック化したレヴォーグが、車高 1550mm 未満ならばお出かけ時の選択肢も増えますよ。マンションの機械式駐車場のサイズが全幅1850、全高1550だから、雪山登山に行く自分としては必須条件の4駆能力の高い背が低くても、最低地上高もある程度確保されたワゴン系クロスオーバーの選択肢が増えるのは大歓迎。なんちゃって4駆ではダメなんです。フォレスターのラゲッジは数値だけで見ると少なく、見えるが、形状が良いので実はかなり詰める。ライバルの CX5 の方が交渉の容量は大きいが、フォレスターで詰めた荷物が詰めない。レヴォーグも数値上はフォレスターより大きいかもしれないが、グラスエリアが、絞り込まれていたり、バックドアの傾斜もあったりで期待するほど詰めないのではないか。フォレスターいいですよね。全長、全幅も他の SUV より小さいのにもかかわらず室内空間は大きいし、ガラスも大きく取られてるから実際に乗っても圧迫感もない。燃費以外は火の打ちどころのない車だと思う。クロストレックにアイサイト X を採用しなかったのはこれを売るからか。あとは燃費なんだがトヨタ頼みにはなるのかな。ただ X トレイルとかなら、ロングドライブの高速絡みだと、実際に走るとノンハイブリッドの、フォレスターターボのが燃費良かったらしいね。やっぱいいパワーは高速は弱い。これ出すなら、反対にレガシーアウトバックじゃないレガシーも出してほしい。SUV やアウトバック系は、バンパーやタイヤ周りの、素地部分が劣化して白ボケするのが嫌です。レガシーアウトバックはあんまり売れてないから、レヴォーグに、アウトバックを設定して日本からは撤退するのかな？やっぱり出てきたレヴォーグクロス。これで日本でアウトバが売れなくなるだろうな。アウトバックは今回のモデルで日本市場では終了するらしいです。というわけで、今回の内容どうだったかな？これが真実だと、願ってるぜ。皆さんのコメントお待ちしております。ついでに動画が面白かったら高評価、チャンネル登録はお任せします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。